最高祭り。この大鳥居の前でちみちおみこしが、わーすごいすごい、わっしょ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 い、わー、すごいすごい、じゃ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 ん、太鼓祭り。皆さんこんにちは、しもです。今日はですね、名古屋市中村区にやってきました。本日はですね、太鼓祭りというお祭りをやっておりまして、やってましてですね、まあその名の通り、太鼓様徳川じゃば豊臣秀吉のですね、こちら誕生の地でございます。このまままっすぐ行くと豊臣秀吉をお祭りする豊国神社っていうのがあるんだけど、そこの祭礼で今日は太鼓祭りっていうのが行われてるやけどね、すごい、ここ全部ほこてになって屋台がいっぱい出てる、盛り上がっております。すごーい、豊国神社。ここに太鼓秀吉がですね祀られとる神社でございます。すごい盛り上がってる。神社内もめちゃくちゃ人がいらっしゃいますね。この神社は明治にですね、地元の有志で建てられたらしいよ。Thank you.
道を開けてくださいますよ。屋台のな数がすごい多いし、お客さんもめちゃ多いし、すごい盛り上がってる。なんかね、いっぱいねお祭りが名古屋はあるから、愛知があるからさ、本当にね春は特にいっぱいあるから楽しい。毎週末あるからね。すごいアットホームな、もう町内のお祭りって感じでした。